中村武市1月15日から1992年12月11日は日本の小説家国鉄職員である。長野県東千曲郡片岡村出身。旧制松本中学校卒業。1926年国鉄東京鉄道局に就職し、1964年に定年退職するまで国鉄に勤務する。 在職しながら1932年に法政大学高等師範部国語館文化を卒業。1933年頃に内田百の随筆を読んで浸水し、1937年に初めて面会。その頃中村はすでに百を真似た随筆を国鉄の社内法に書き始めていた。戦後の1951年、梅草随筆を 自費出版した折には百に頼み込んで序文を書いてもらっている。1954年に出版した小説サラリーマン目白三平がヒットし、以後シリーズ化する。1955年には映画化もされた。この頃、国鉄での中村信部が百のアホ列車シリーズでヒマラヤ三景として知られた平山三郎であった。平山は、 アホ列車に何度も同行したが、中村はすべて、見送りのみで、作中では百から、未想定夢袋という名前で呼ばれている。1952年の鉄道80周年記念の、東京駅1日名誉駅長に百が就任する際、中村が百を推薦した。百の没後、著作権管理者となり、長らく、百の意思として、休止。 旧かなでの出版を固守してきた点を改め、文庫本に限り、信じ、新たかなでの観光を決断している。1964年に国鉄を定年退職。また、1966年に東京曲リり人協会会長を務め、1969年にサラリーマン同盟を結成し、土地、住宅問題の市民運動に、 積極的に参加する。1972年には民社党から衆議院議員総選挙に出馬するが落選した。1992年12月11日、83歳で死去。ありがとうございます。